はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニューステイトやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、ちょっとまあテンションが下がり気味かと思いきや、今はですね、真夜中に撮っているので、まあ騒音ね、対策として、声を張るのはやめています。はい、ということでやっていきましょうか。マス通りね、初動は安定のマス通り、今日も今日とてここでグローザじゃないんだよマジで、本当にマジでどうなってんの、もうみんな助けてマジ。俺さ、でも昨日さ AUG を、ま、引いたは引いたんですけど、しょうもなししてしまったんで、ここはね、まあ初動かな、ちゃんとあの武器をね拾っていきましょうか。初動で拾えたら 100% 勝てるんで、うん、マジで AUG 拾って負けたことないんですよ僕、うん、だからまあ一旦ね、もう一回お祈りのね、レッドフレアリングを上げまして、まあなんとか頑張っていきたいかなというふうに思います。いきましょうか。まあ、グローザでもいいんだけどさ、まあでも5ミリ拾っとくか。まあ AUG が、まあ、出てくれることをね信じて、もうグローザなんてものは拾いませんから僕は。もうこんだけやってたらさ、そろそろいい加減来てほしいよな。こっからレッドフレアもさ確定じゃないから、まあ、ここをまずは第一段階クリアしてるんで、まあ、第二段階ね、こっから AUG を引くっていうのが、まあ、難しいわけよ。何分の何なんだろう、確率的にはグローザ AUG MK142 AW と AMR ぐらいか。そんな悪くないよな確率的に。なんでこんな出ないんでしょうね、本当に不思議です。まあ、物欲センサーっていうのはそれだけ強力なものなのかもしれません。とりあえずまあ M24 ね、何分の何なんだろう、ちょっとごめん、補給物資のさ、数数えたんだけど AR が2個で SR が2個で SMG か、じゃあ5分の1か。ちょいいや、まあとりあえずさ 20% でしょ、簡単でしょ。はいね、もうこうなるじゃん本当に。何なんですか、ちょいマジで。ちょもう今回さ MK14 フルオートで使ってやろう、こうなったらこうメイン武器をねもう MK14 に変更します。致し方なしです。マジで扱えねえこの武器、マジで暴れ馬なんで。このジャジャ馬をですね乗りこなすのには相当苦労しそうですが、もう仕方ないよな。だってじゃあもう今回はこいつにさもうバチコリと、詰め込んであげて、まあ、これでいきましょうか。ちょまださ実は諦めたわけじゃなくて、まあこっからですね、まあ、いつも通り、まあ、あの補給物資が来ればやるみたいな感じで。あっぶね、本当にこれマジで使えねえわこの武器、ダメだ本当に苦手。 MK14 をさなんかノーハンドでさ使ってる人見るとさ、ほんとさ拍手を送りたくなるよね。スタンディングオベーションを、まあ、したい、それぐらいのね気持ちになるんですよマジで。やっぱり MK14 をね扱いこなせてこそ、まあニューステイトをプレイしてますよってね、まあ、名乗れるレベルになるんで、まずはそこだよな。まあ、このゲームの登竜門と呼ばれてるぐらいですからね。この反動ガチムチゴリゴリゴリラ武器を、まあ、いかにしてね使いこなすか、まあ、そこがですね、まあ、勝負の分かれ目になるんじゃないでしょうか。この武器をね扱いこなせているプレイヤーっていうのは他の武器を使った時にマジでノーハンドで撃てるんで、まあ、やっぱ練習する価値はありますよね。こいつに慣れておくだけでさマジでさ楽なんで、後の武器がやっぱ最初にね難しいものをマスターすることで、後々ですね、まあ簡単なものを意のままに操ることができるようにするっていう、まあ、これも一つのねまあ作戦なんじゃないでしょうか。あえて苦手からやっていくっていう、うん、まあみんなはどっちかな。僕はね得意なものしか伸ばさないタイプの人間なんで、やっぱ MK14 とかね、まあ、苦手な武器を見るとちょっと拒絶してしまって AT フィールドを張ってしまうんですよいつもなら。これはでもいつもならの僕の話であって、今回は
もう毎回毎回さ、主張が激しいんだよね、こいつ。いっつもこの人出てくるから、そろそろ使ってあげないと、次に進めないなっていうのをね、悟ったんで、もうこれ使っていきます。はい。まあ、ただ一応ね、AUG 諦めたわけじゃなくて、AUG 用のアタッチメントもしっかりと確保しておくことによって、まあ、ここはですね、まあ、保険をかけておく。万が一にもさ、AUG 出たら俺そっち使いたいんで、それを使いたくてさ、この数日、ニューステイト遊んでるんですが、どうもさ、出てくれないから、まあ、いつもね、僕のね、動画見てる方だったらわかるでしょう。俺がどれだけさ、AUG を求めてるのかっていうことがね、とりあえず補給物資行くわ。毎回これだもんな、マジで。どうかしてるよ。本当にさ、こんなん戦略もクソもないからな。もう補給物資にさ、特攻するっていうだけの戦術というかスタイルなんで、こんなんすぐしばかれるよ、普通に。上手い人なんかいそうだしな、今回。結構名の知れた猛者が、なんかね、同じマッチにいそうな気するんで、気をつけましょう。あー、ちょっともうちょっと先だわ。まずい、こんなところでやめろ。こんなところであたふたしてるようじゃ、しばかれっせ。マジ AUG の強さ見せたい、みんなに。ちょっと頼む、本当に。ここはお願いします、お祈り。マジで。マジで AMR とかも本当に。しょうもない。しょうもない武器しか来ない。とりあえず、まあ最強といえば最強。はい。どちらかというと、これマジで、扱いこなせたら、本当にやばい武器なんですが、いかんせんね。AUG が来ないのか。マジで予想外です。ま、ということで、ま、一旦ですね、AUG のことは忘れましょう。もうAUG の話ばっかしててもさ、拉致開かないからな。うん。ここは、もうやめるわ。AUG の話。何の話しよっかな。もう話すことないんだよね。正直。正直、このニューステイトさ、もうね、動画撮りすぎたせいで、話すことがなくなってしまったんですよね。みんなは何が聞きたいでしょうか、僕の。俺がさ、PUBG というゲームに、まあ、なんでハマってるかとかね、そういったなんかルーツを喋る場を作ってもいいのかもしれないが、誰もそんなことは興味ないので、てか僕の動画なんてさ、なんで見てるのかわかんないんで、需要がわかんないから、供給できないんですよね。まあ、とりあえず、まあ、適当に、まあ、話を途切れさせることなく、適当に喋っていこうかなというふうに思うんですが、さ、まあ、アンチ収縮、まあ、だいぶ余裕持ってね、入ることができたのはいいんですが、あ？車の音。いるな。あいつは沈めたい。行くか。ほれ！お尻にスパン当てた。さあ、そして、止まったね。マジか。止まりやがったな。やんのか、それ。やるわ。これ、こっからグレで刺します。ファイヤー。いや、マジか。これ、グレもう一発いきたい。入れ。刺さらんか。マジでか。そこに階段なかったんだ、俺。ミスってたわ。なんで？今の盛大にやらかしましたが、エイム。なんとか、なんとかギリギリ耐えました。あっぷな。よかった、マジで。がばったわ。相当腰打ちがばったんだけど、相当腰打ちガバガバゲーミングだったんですが、とりあえずはなんとかなったと。さすが MK14。20発しかないのがね、きついんですけれども、まあ、とりあえずなんとかなったということで、よかったですね。うん。まあ、結果が全てなんで、このゲーム。過程とかマジでどうでもいいんで、ドンカツが取れれば、まあ、正義なわけですよ。不正行為をしなければね。まあ、ある程度の線引きっていうか、まあ、基本的なルールっていうのは、必要ではあるんですけれども、そこさえね、守っていただければ、何をしてもいいのがこのゲームだからな。芋もいいし、別にさ、敵がさ、撃った後、魚振ってもいいんですよ。
基本的には何でもありなんで、まあ、だからまあエイムがガバったとしても最終的にしばければそれでいいんですよね。うん、そこをね勘違いしているプレイヤーが多くて、あとね、まあ、勘違いというと、まあ、ニューステユーザーっていうのはちょっとですね、まあ、自分たちで、まあ、何か環境を変えようとねする節あるんですが、実はですね、一個人では何も変えられることはできないんです。残念ながらニューステのことをどれだけ考えて工夫しようとしてもなかなかですね変わんないんですよ、このゲームの人口だとかそういうところは。でそういうのってさ、運営が考えることであって僕たちが考えることじゃないから、もう考えるのを俺はやめました。はい、運営さんに任せたいと思います。はい、まあ意見を言うのはいいと思うんですよ、まあ、でもね結局そこからさ、なんか結構賛否両論あるじゃん、意見には。だからさ、もう叩かれるの怖くなっちゃったんで僕は、もう俺には何もすることができません。ただ単に自分が楽しんでニューステイトをプレイする動画を作ることしかできないという結論に達しました。まあ運営さんがですね、まあ頑張ってくれるところに対して、まあ僕たちがね遊んで楽しんでいればいいんじゃないか、でゲームなんてそんなもんじゃないかというふうにね最近は僕は思っています。はい、まあいいんですよ、意見がある人はガンガン言っていいと思いますよ。そこに関して僕は何も言うことはありませんので、はい、これからもお願いします。僕はね陰ながらね見守ってますので、皆さんの意見とかでなんかいいなと思ったのがあったらね、いいね押させてもらうんでよろしくお願いします。はい、ということでね、マジで来いよこれ。まあ AUG じゃなくても正直いいわ。もうあと敵さ数人しかいないからさ、みんなさ、俺ここでさ AUG 取ってさドンカツしてもさあんま AUG 強えってなんねえじゃん。だからさ、もう何でもいい、何が来てもいいよ、とりあえず早くしてくれ、もう頼むから、俺には時間がないんで、あと2秒しかない、やばい、アンチ縮まるぞこれ。さあそういうこと言うと来るんだよな、マジ知ってたわ、これだから本当に、これがニューステなんで、マジでこういうことなんだよな、マジくだらないでしょね、俺もそう思うよ。でこういった時に限ってさ、アンチきっついんだよな、これレッドフレアリング見られてたらマジで終わる。セントラルからさ蜂の巣にされるだけなんで。で俺3スコ持ってたわ、神、ちょっとみんなこれ見てくれ、あ、ま、待って、あ、待って待って、みんなに見てほしいこの武器を、ほらやばくない、ちょこの輝きを見てくれ、これが神の武器なんだよ、くっそ武器、ちょ武器見させて、ほらこれすごくない、このきらめき、3スコとかマジかっこいいでしょ。この武器を持てばもう100人力なんで勝ちます、今回マジで勝ちます、しばきます。あ、いるな、そこか、了解、それに対して僕撃っていくから、はい、まずは一発、頭一発、胴体二発沈めますよ、もうここね詰める。あ、どこ行った、いるね、さあ回復したね、はい、これでしばく、俺がこんがり流王妃 AUG、 AUG マジ強えんで、みんなこの武器俺に持たせたらね、もうバケモン誕生しますよ、不死鳥こんがりにねふさわしい武器だから、こいつはようやく巡り合えたぜ。はい、でなんかいるな、やばい、はい、燃やしていく、もう全員ねもう消し積みにするから、俺にこの武器持たせたのが終わりなんだよ、終わりの始まり、始まりの終わり、すべてのニューステイトユーザーを焼き尽くします、これが俺の本気。さあいるか、なんかいそうなんだよなここは、大丈夫か、大丈夫そうか、えー、ベベ、あ